今日は盆の入りです。先週の地震で墓石が倒れるなどの被害が出た志布志市の墓地でも朝から墓参りに訪れる人の姿が見られました。今月8日に発生した宮崎県の日向灘を震源とする地震で志布志市の墓地では墓石が落下したりずれて傾いたりするなどの被害が出ました。盆の入りを迎えた今日、土台から墓石が落ちたままの墓に手を合わせる家族連れの姿が。覚悟はしてきたんだけど、でもびっくりしましたね。ここまで壊れてるとはちょっと思わなかったです。もうひどいですもんね。お盆を前に落ちた墓石を元に戻したという男性は、南海トラフ地震臨時情報巨大地震注意が発表されていることから、再び落下しないよう支えを取り付けたといいます。墓石が初めて倒れている姿を見て、もう声が言葉が出なかったというか、しかもお盆前にそういうことが起きたので、今までいろんな災害があって、どこか一言のような部分もあったんですけれども、いよいよ我が身に降りかかってくるとですね、その苦しみが改めてというか本当に心から分かるような気がしました。志布志市によりますと、市内に4カ所ある市営墓地でも少なくとも3、40件の被害が確認されているということです。